皆さんこんにちは、ゆうじくんです。そして埼玉大学の皆さんです。よろしくお願いします。今回ですね、僕のちょっとスポンサーしていただいてみんなの思い .com さんとを経由してちょっと埼玉大学さんと、おつなぎいただきまして、今回コラボする形に、なりました。ちょっと最近のパッキーとの動画でも熱い試合をしていたんですけど、試合した方が手を挙げてもらいます。そうです、そうです。今日みんな負けました。独特でした。独特使って大丈夫ですか今。独特ダメですね。なんで言われるそれは使わせていただきます。はい、ということで今回ですね、まあ、僕ちょっと昨日、東京選手権の、30年代別ですねの方で、まあ、準優勝させていただいて、その後本当にコラボさせていただくという形なんですけども、今回ちょっとその今回の東京選手権の年代別の試合でも、まあ結構サーブが、なんならサーブのおかげで準優勝できたぐらいの勢いだったんで、そこの部分をちょっと使わせていただいて、僕のサーブを皆さんにぜひ撮っていただきたいなと。で、技術解説の動画の方では水田コーチという方がいたんですけども、その方からは、まあ、サーブからの得点率がやっぱ 70% から 80% というふうに言っていただいたので、自分でも本当かというところがあって、まあ、そういうことを検証をちょっとやっていきたいなっていうのがあるので、ぜひ皆さんに協力いただきたいということで、今回僕からサーブで皆さんには3球ずつ取っていただこうかなと。で、僕の3球目攻撃までを防ぐことができれば1点、5球目は僕打てないと思います。それで3球目までお得点率が果たして本当に 70%、80% を超えるのか、そして東京選手権でもこんだけ効いたぞっていうのを皆さんに体験していただきたいということで、この企画をやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん取れる自信はあります。よろしくお願いします。じゃあ、行きます。はい、おお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 おやばいって。
わやばやばみなさん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com
TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。 Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。